ウィンドアイ1968という展示なんですけど、これは僕の祖母が1968年に、医師であった夫の視察旅行に同行した時の、カメラのフィルムが残ってまして、それと8ミリの動画が残ってたので、それをいつか展示したいなと思ってたんですけど、それを今回展示させてもらうことになり、で、僕は音楽家ですので、各地をフィールドレコーディング、いろんな自然の音とか街の音を集めて音楽を作ってるんですけども、そのサウンドスケープと音楽をバング&オルフセンさんのスピーカー4台を使ってサウンドスケープを作ってます。で、そのサウンドスケープと祖母が旅した1968年の旅がこの場所で交差するような、そういう展示を作りました。